はい、皆さん、こんにちは。高田地です。というわけでね、今何してるかというと、散歩中です。散歩ばっかりしてますけどね。夕方です。今日はね、ちょっと早めなんで、まだ明るいですよね。最近日が伸びてきたっていう感じもするんですけどね、8月入りまして。天気もいいですよ。見えますか、このね。本当に、青空で。ちょっと雲ありますけどね、こっちかな。はい。ということで、広いですね。見てください、この広さ。野球場より広いかもしれないですね。サッカー場？これあるんですかね。ドッグパーク来てますけども。向こうのにね、ワンちゃんたちが散歩して、遠くなのでちょっと見えないかもしれませんけど。こんな感じです。ひげ剃りましたよ。どうですか、ひげ。ちょっとね、1ヶ月ぐらいね、7月はひげ1ヶ月伸ばしたんですけども、8月に入ってひげ剃りました。さあ、最近はライブもしてませんしね、いろいろして、仕事もしてませんし、いろいろこの1ヶ月はね、7月は私動画ね、外出ましてね、いろいろ動画作ったり、あとは車のね、ペイントしたりとかですね。あと釣り行ったりね。もう何回も釣り行ってますけど、全然ね、やっぱり大漁っていうのがなくて、寂しいですね。いつもね、冬の時期ね、よく行く、スピットという場所のね、桟橋がありまして、今そこ工事中でね、もしかしたら今年いっぱい入れないんじゃないかなっていう話もあって、そこ行くとね、アジも大量に釣れるんですけどね、あとアジ釣れるとこがね、あんまりなくて、あんまりっていうかね、うまく釣れないんですよね。キスも調子悪いですしね。そうなんですよ。一応、ちょろっとは釣れるんですけど、ちょろっとしか釣れないんでね。ほんとちょっと寂しいですね。はい。ということでね、7月はいろいろね、動画撮ったり、あとはまた、タイとかね、ワンちゃん来ました、ワンちゃん。ワンちゃん。タイとかラオスのね、動画をまたまとめてあげたり。で、以前ね、載せようと思ってたんですけども、ちょっと怪しい動画なんで、ずっと保留してましてね。かからなければ載せようかなと思ってますけど、すぐ引っかかっちゃうんでね、それも気をつけないといけないんですけどね、最近厳しいですからね。はい。そんなわけで、この動画もちょこちょこ上げていきたいなと思ってます。そんなわけでね。でね、オーストラリアもね、日本と同じようにね、コロちゃんの2波やってきまして、もうメルボルンではね、もう大変ですね。ビクトリア州なんですけど、こちらクイーンズランド州ではですね、この間ブリスベンで2人、ちょっとこの州からね、違うところに遊びに行きまして、またシドニーの方だったと思うんですけど、で戻ってきて、でコロちゃんにかかってたというね、そういったニュースが入ってましたけど、まだクイーンズランド州ではまだまだ全然平気なんですけどもね。で、メルボルンから今ね、シドニーの方でね、またちょっと感染者が増えてきまして、もしかしたらそのままね、ずっと今州またクローズしましたからね、あれなんですけど、これ以上増えないことを祈りたいと思いますけども。今日もね、トランスポートと言いまして、日本でいうですね、車の免許ですね、なんていうの、今日日本でちょっと日本語わかんないですけど、こちらではトランスポートって言うんですけどもね、そこに行ってきまして、この前ね、車は色塗り替えましたからね、それの、なんていうんですかね、レジストレーションを買いに行ってきたんですけども、やはりね、ソーシャルディスタンス取ったりとかね、厳しかったですよ。もう入り口入るとこから、警備の方が言いましてね、もうなんか厳しいですね。急に厳しくなったという。まだ厳しくなるんですかね。どうですかね。せっかくね、レストランとかも開いてね、いい感じになってきたんですけども。またソーシャルディスタンス。で、メルボルンの方ではもうマスクしないとね、罰金とかね。厳しいんですよ、今、メルボルンは、本当に。ゴールドコースは全然平気ですよね。普通に生活してますけども。週末ね、友達にも会いましたし。どうなんでしょうかね。これ以上増えないことをね、祈りたいと思いますけども。はい、そんなわけで、まだ5分ぐらいしか経ってないですかね。もうちょっと喋って、よければお付き合いください。こちらに黒いワンちゃんもいますけど、寂しいからニャンコかワンちゃん欲しいなーなんてね、思ったりしますけど。またね、放浪出るようになったらね、面倒見きれないんでね。こちらね、預けたりするの高いですからね。日本も高いと思うんですけどもね。
まあ、以前はね、預けて行ったりしたんですけども、友達にね、お家に泊まりに住み込みでやってもらったこともありますけどね。まあ、1日だいたいね、25ドルから2000から3000円ですから、私の安宿と同じぐらいかかるんですよね。安宿と同じ値段かかってしまうんで。で、要するに、一人で旅行ってもですね、倍かかるってことですよね。まあ、そんなわけでね、ペット飼えないんですけども。あと、先にね、まあ、自分が先、これから先行っちゃうかもしれないしね。それが一番問題ですよね。はい。そこが一番問題なんですけど、自分が先行っちゃったら残されたのがね、かわいそうですからね。飼えないですけども。ね、いろんなペット飼ってる方いますよね。ハムスター。ハムスターはこっちいませんけど、モルモットはいますね。モルモット。あとはカメちゃんとかね。ま、そんなことで。今日は白いオムたちが見えませんけど、白いオムたちも見えたらね、乗せたいと思いますけど。ということで、あれ変わりましたよ、皆さん。8分以上で広告がね、たくさんつくようになったんです。前はね、急にまた YouTube の話になってしまいますけども、10分以上で、広告ね、10分以下の場合は広告1つしかつかなかったんですけど、今ね、8分に変わりましたのでね。だからこれから収益考えてる方はできれば8分の動画を作っていただいた方がね、今後のためにいいと思いますよ。8分以上。8分以上作ればいろいろ広告が間に入れられますからね。ぜひ8分動画を作っていければと思いますけども。ですから私も今日はだらだら8分お話ししてますけども。まあこれもまたね動画、もうほとんどね最近動画ね、たくさん撮ってますけどね。撮影はしてるんですけども、ボツが多いんでね。まあ釣り動画もほとんどボツですよ。だって魚釣れないしつまんないですね。やっぱり大量じゃないとやっぱりつまんないかなと思ってね。大量がないんで。週末の動画もボツかな。どうしようかなって今考えて釣れてないんでね。はい。そんなわけで。ぜひ8分以上の動画。まあ、これもね、撮影してカットとかすると8分なくなっちゃうんで、もうちょっと喋っていきたいなと思います。それでは、ちょっとブラブラしながら行きたいと思います。フロントのモニターで見てるんですけども、これをちょっと変えていこうかなと思ってますね。じゃあ、切り替えできるかな。せーの。バチ長押し。はい。そのまま引き続き撮れてるんじゃないかと思いますけどもね。アップデートしたらね、そのままね、画面変えてもね、撮れるようになったみたいですけどね。こっちがね、夕日が落ちる方なんですよね。西側ですね、こっちはね。いい天気ですね。日中は20度ぐらいまでね、上がりましたし。今日20度以上あるんじゃないかな。暖かいですよね、もうね。もう早く春が来てほしいですけどね。意外とね、あっという間に夏になっちゃうんですよ、ゴールドコース。面白いことにね。冬もあっという間に終わっちゃうし。こっちが東の方です。どうですか？手ぶれもね、しなくていいんじゃないかと思うんですよね。いい感じで撮れてると思いますよ。色がね、もうちょっとね、私は濃いのが好きなんでね、多分編集するときに、ちょっと色変えるか。まあでもこれが自然の色なんですよね。空も、青いですしね。緑もいい感じじゃないですかね。はい、というわけで最後までご視聴どうもありがとうございました。今日は近況報告させていただきました。See you next time!まったねー。バイバイキーン。高田部高地でしたー。バイバーイ。